サネーブイーコンパニー最強ー。どうも皆さんこんばんは、バカチンコです。今日はあの伝説の監督バンさんコンパニーの力を借りて他の監督を蹂躙し世界中の全てのマンさんをバンさんに変えていくという企画やっていきたいと思います。まあ、というわけで今日のパーティーメンバー紹介していきたいと思います。まずはこいつ、オムツーン。まあ本を締めん過去最強のものとなっておりまして、なぜそんなものをね今更引っ張ってきたのかと言いますと、もちろん強いからという理由はあるんですが、それだけではありません。この男ついにあれに手を染めてしまいました。あーこれどういうことかわかりますか皆さん。ベジータのデコリー M って書いてるんですよこれ。もう上から富1個飛ばして名声力ですよ。もう海賊王ゴールドロジャー爆弾してしまったと。だからこいつは今回の動画におけるお肉、つまりメインディッシュ、おしめにだけで、トリンクはもう比較の評価 A やったから、まあ、使ってあげたいなとか思っとったけど、なんやかんやトリンのコンサル取ったからちょっと今回引っ張り出していて、でオフェンシブミッドフィルダーのところにはこいつ夜空君比、こいつもなかなかの注目株、まあ、ナイスネイチャーぐらいだと思っててください。まあ、こいつの正しい起用法はサイドバックだっていう風にまあ代々語り継がれてきてるんですけど、まあ、その掟を破りたくなりました私は今回オフェンシブミッドフィルダーだけを。なぜかと言いますと、このパス能力の高さ見てください。で蹴ってる子も一応8あるし、スピード上手速いで、ボールもめちゃめちゃ取れる。しかもスキルもワンパスルーパーにインターツブとバックスピードも何でもかんでも出来上がると。そんな男ですよ。サイドバック、その端っこに追いやるなんて、もうゴミ会社そんなの。こういう優秀な人間は、できるだけ広いポジションを任せてから、過労死させずに尽きるということでね、もう株式会社コンパニーは、こいつをオフェンシブミッドフィルダーで使い回してやりたいと思います。センターフォワードはワンパできるボックストライカー欲しかったから、なんか、ゴメスを入れました。だから、押しメインの引き立て役みたいな、赤ちゃんです。はい。で、中盤はバケにとっての小杖、レイマにとっての消し絵、相方には今までエンゴルカンテよりも一回り強くなったエンゴルカンテ S を搭載。ディフェンスラインはいつの間にか定着したチルウェル、後半8だからどこまでできるか試したいのアチェル B。で、これ、カバックよ。こいつさ、まだ強いか弱いか分からないって。だからディフェンス率が90しかないからか、めちゃくちゃ裏取られるんって。でもあれは、結局、カバックが悪いのか、周りが悪いのか、そこが分からないって。だからまあこのコンパニー最強説っていうのは結構なんか選手のね、あの本質を見極める場所でもあるから、まあオランカバックが本当に有能なのか無能なのか、もう白黒はっきりさせて、ちょっとパンダ状態で脱却させてやろうと思います。右サイドバックにこれエムレジャン！エムレジャンもサイドバックいけると思うけど、パス上手いやろ？スピードあるやろ？で、ボール取れるやろ？まあスキルに関しては S なんやけど、M のくせに。無印サイドバックとしては割と有能なのではということで、今回使います。で、ゴールキーパーには元ウナイシモンのデヘアですね。で、今回はサブメニューにもしっかりこだわらせていただきました。私を丸亀製麺と呼んでください。まず一人目がムニエ。まあ、ぶち込んだ理由は簡単。ユーロが良すぎた。だから後半は積極的にサイドバックにぶち込んで、ムニエ消してトリンコンの 3P で右サイドを犯す予定。で、この現 FP 界のルンメニゲ。てか、でかすぎ、ムネ。コカ・コーラかと思った。まあ、押し目の調子が悪そうやったらこいつぶち込んで、で、右ウィングではアセンのしよ。アンダー20日本代表対スペイン皆さん見ました？この時アセンシオ。かっこいい！だからもうアセンシオ使って、もうかっこいいプレイして、うわ、アセンシオかっこいいってやりたいと。もうオナニーですね。はい、潮吹きです。まあ、とにかく今日はいろんなところに見どころがあって、なんかもうロッキンジャパンフェスティバルの開国館みたいになってるので、皆さん、盛り上がって行きましょう！みくん！そして本日のエンブレムはこれ、バステトシンということでね。まあ負ければ海に放り込まれるぐらいの、そのぐらいの覚悟を持って戦いたいと思います。あ、てか妖怪とウンチッチが逆になってる。これも今すぐ変えたいけど仕方ない戦いは始まってしまった。まあレーティング一緒ぐらいか。ちょっと勝てるかどうかわからんな。いやでも、俺には、ルンメリゲがいた。おお絶好調！これはとんでもないダブルタッチミドルライジンが見れそうだ。まあ、せっかくだからマフディカメラ使って、で、あえて352。おお変わっとんな。久々のトリンコやな。やっぱ軽いな、トリンコは。しかもタッパもあるけんな、こいつは。なかなかドリブルにしようか良かったぜ。押し面軽すぎ絶好調押し面がマジパンサー君の剣術で。エムリちゃん、戻れ。これね、サイドバックとしては、ちゃんとスプリントしてから、このなんかウィンガーに突破されない、そういうと、カンってさすが。うん、すごい。えポークバーで遊んでるあの人。すげえ、ポークバーやけどポールにしてるわ。それで、カンテこれボール持って、スルバス。うまい。ゴメスさん、ボール来ましたよ。打ってください。あ、いいシュートだ。外れとるけど。おい、ゴメスお前今の人どういうことやなんか言うことないんかゴメス。それゴメスのせいで空気悪いですけど頑張ります。カバクどうやいやー、カバクはヘディングもしっかりできないという一流のセンターバックとは言えないわ。アチェルビー。いや、偉い。後半8でちゃんとセンターバックできたらね、結構使う価値あります。まあ、カマラ、キミヒ。まあ、キミヒをなんかやっぱ使っていきたいな。てか、カンっての動き早くない？絶好調やったっけ？キミヒ。ここでね、スルーパス出せんの、こいつ。で、またマキシミアのゴメスかい！いかん！スルーパス出しやがった。キミヒ。あ、ここ！わかった。はーい、キミ！おい、抜かれとるやん。何言ってんのお前。白身になるか。ポグバ、アチェルビー。アチェルビーが、ここだろ。はい、すべてを読んでしまったと。分かってしまうんです。あなたのね、もう大体のなんかその行動パターン読みました。おそらく彼らがこの先私のペナルティエリアに侵入することはまずありえないでしょう。一方的な攻撃始めます。さあ、レイプスタート。シルベル。おっと、レイプ終了。紳士なんでね。あ、危ない！おい！いや、ちょっとなんか、いい感じに攻撃の糸口見つけられてないな。そんな時は絶好調を締め。あいつを使わない理由がないでしょ。ヘディングも強いぞ、言うとくけど。ほら、全然前世から来たよ、こいつは。
ゴメス。前、パスパスパス。やば、ゴメス。フィジカル戦い何とかしないしてくれた。ナイス、よく言いかけた、このディフェンス能力。前線にやっぱさ、守備ができないと思うことだから、こういうことがあるわけよ。一番いい攻撃って何か知っとる。もう高い位置で奪っちゃうから、これが一番いい。だって俺攻撃できんもん。そういう流れでやってたいんですよ。お、なんか、紙一重のところで毎回ボールが取れてない。だから運を味方につけたか。しかしこっちはな、押し面を味方につけるんだよ。実力で突破する。押し面トラップ。おしめさん、ちょっと待てくださいよ。当てる意味、近寄るだけじゃリベスにならない。それも昔俺よう言われとった。とっとっと、そこ通るんかい。どういうこと。いやいや、これ、車窓やん、もう、このカバ君。まあ、予想の出来が100やとしたら、25ぐらい。4分の1。そういう窮地を打開するために、スーパーサブっているんだろ。おっきい、ラシナトラオレ行っちゃってるけど、アセンションいます。左利きやから、もう、あれ、アセンションの根幹ね、沈めちゃいます。行っちゃいましょう。これ言うてフレロの事故からの1点やから全然負けてません。え、いつでも点を取ることは可能だと思います。カゼ。頼むぞ。このパス早いぞ。はい、風見るは風になってしまったと。秋川さんと一緒にね、墓で眠ってください。ごめんしたドラーお前決めるんかい。おい、ボックストライカーの鏡みたいな英語にするんかあいつ。持ちか。結構言うの。お、いい動きするじゃない。ちょっと待って、なんかその、今のままじゃ押し面食いそうなんやけど、だがしかしそれは押し面が許さない。絶好、ダブルダッチ。タレパスやったらリオネルメッシのメッシになっちゃう。ああ、間違いね。うまくかわしました。アチェルビー、カンテ。で、ここで、チルベル、タレパス。いいね。で、押し面がダブルタッチ持ってます。だ、あ、やらん、全然。あれか、押し面もしかしてダブルタッチファイトリックみたいな感じで隠しとる。いざという時に使いたいから、今ちょっと使ってないんや。なるほどな。じゃあその場面を作ってやろうとするか。マクシミアのゴメス、カンテ。こっち。タレパス、チルベル。で、ここで。今なら起こしてる。そうだ、こっから根拠なくれダメか。もうちょいゴール近かったらワンチャンいけたんじゃん。ネット揺らせたやろ、多分。バインバインって言ったからおっぱいみたいに。チルベル、戻って、まあ、サイド使ってこうのか。カメラ、ここはなんとか中を切りたい。じゃん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 。レヘアです。サイドです。アセンシオ来た。このアセンシオ、なんと言っても、ドリブルが速い。そしてドリブルがうまい。うまいとして速いして安い。丸亀製麺やん。うっ、アセンシオ、こまめな塩分補給が大事だということで、アセンシオしっかり使っていきましょう。カンテ、夏ですからね。カンテ、君、火、こっち、シュルバス、うまい。で、カマラ、アセンシオだ。で、アセンシオに、ワンパンを要求してみた。失敗してみた。ごめんす、固まってしまうとるやん。もう、なんか、さなぎみたいなことね、今。カマラ戻って。いや、ここです。はい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 。行きましょう、後ろ当たり、お前は。サイドに逃げたな。お前はサイドを攻めてるんじゃない。サイドに逃げてるんだ。ほらな、中に戻ったこれで、お前の居場所はない。取れ、取れ、チルさん、ナイス。チルさん、はい。待て待て。ちょ、カンテが戻ってきた。アチェルビー偉い。結構優秀やぞ。今のカバクよりもアチェルビーかも。アセンシオ。パス、ごめんごめん。ごめん、一回下げよう。一回下げて。ここでカンテ。そう。じゃ、おしめ。おしめ、おしめ、おしめ、おしめ。よーし、おやで、君、これよ。これがあるから、俺は君、おやめで使ったんだ。おしめ、かばせー、おりゃーはまあ、もうそもそも強いから、こいつは。ダブルタッチ、たがらなくても。そういうとこが出たと。ラスト1分で何をするか。俺は、人を殺そう。11人、こいつは全員同時にな。うん、やめてくれ。笛を鳴らしてくれ、審判。もう終わりだ。審判、もういいだろ。審判、もう俺は、お家に帰ってご飯食べたい。審判もうもういいもういいのかよ、ほんとは。まあ、一試合通して分かったことは、ダブルダッチ握手。せっかくダブルダッチ持ってきたのに一回しか使えんかったけど、このことあるか。いや、ゾロのくせにずーっと二刀流戦っとるみたいな。やっちまった。もうなんか思ったよりマクシミアのゴメスが良かったな。まあ、普通に1点取っとるし、こいつが。蹴ってる91でヘディング。あ、ヘディングも96できるんか。強いな、普通に。フィジコ91。高っ。いや、もしかしたらこいつメインを張れるだけのキャラクターなのかもしれない。岸辺露伴説が出てきました。あと、君引きは普通に強い。もうパス最高。アゼルは結構ね、ボール取れとったっていう。身長高いし、フィジコン高いし、スピードあんまりないけど、そんな感じに勝ったぞ。左利きやし、こいつ意外と有用かもしれない。で、アセンシオは少々だったから、次は多めに投入していこう。いきます。なんか、押し目のダブルタッチ、あれだから使いづらいダブルタッチの可能性出てきた。おーい、どうしたーなにこれ、押し目が衝撃が放ってるわ。なんか今日硬そうな気がする。まあ、さっきの1試合目で大体このチームの使い方分かりました。まずはケシエがボールを奪って、そう、さっきやっぱケシエがおらんかったらでかい。これボール拾って、このケシエのボール回収力。まあ、生きるダイソンですが。トリンゴン、このパスは上手いしかも。で、これ。やっちゃっていいからトリンゴでチックスタウン、だがしかし挑戦したこと意味がある。お前の勝ちだ。アチェルビー、いいぞアチェルビー。アチェルビーやっぱ強くない。お、ナイスナイス。これいいパス。で、キミヒが、ここで、押し目が、ダブルタッチ、ダブルタッチ、あ、押し目違う、違う、違う。これは、まあ、アチェルビーなんかそれやっぱさ、スピード感はないから、それはカバクがカバーするっていうね。カバクだけに、おぉ、いいぞ、これキレキレだ。カバクのプレイもどうだ。キレキレだ。戻して、ジャンジャンで、はい、ジャンジャン。ワンコスバか、やばい。消せ、まずい。俺のミスを消してくれ、すべてを。なかったことにしてくれ。ナイス、エブレジャー。自分の桁自分で浮く。トリンゴ、ナイス。で、君引き、すれます。このパスがいちいちうまいな。めちゃめちゃ優秀。で、ゴメスが、パス戻して、君引き、ゴメス、届かないか、届かないか。
くそー恋愛だ。キミッヒー、はい、オッケー。消し絵行く、サイド、ジャンが縦パス、ワンパン持ってからこの辺手にセントラ、キミッヒー、ここゴメス、殺せ、ゴメス。いや、ボックストライカーでラインブレイク失敗はさすがに恥ずかしいって。やめとこ、それだから向いてないことは。バーディーが前向くか。なるほど。ならオザンカバクで取りましょう。まあ、カバクはなんかオフザボールの動きはおふざけしとるけど、それ以外の時は優秀やからな。ごめんなさい、こっち。キミヒ。こらすまる、うまいわ。いちいちキミヒがうまい。あいつガチだ、やっぱ。トリガーかかわず、うまーい。あれ、マスデビス、なんか蹴るか縦だろ、うん、分かってるぜ、分かってるけど行かせたんだぜ。その上で行かせた理由はこれ。ほらな、シルベルがやってくれると。リオネル・メッシにセットプレー。バカ野郎、そんなもんな。あれだ、あれだよ。もう出てこねえわ。おしめ。とにかく、ここ。やばいやばい、ちょっと、近かった。とにかく頑張れ。とにかく、ナイスナイスナイス。で、ここで、あ、なんかファイルもらったの。おい、トリンコ偉い、強いね、こいつ。どうしようかな。いや、キミヒ走ってね。いや、いけるいける、カンテ、シルベル。で、キミヒと見せかけて縦行けね。ごめんす。すいません、これ。うまいわ、これは。あ、キミッキがすごいわ。マスターオブセレモニーやったのは後藤輝元だ、これ完全に。えぐいわ。もう完全にぶん回してる。え、おしめ、そういうダブルタッチもできる。これ俺のおしめだけや、このダブルタッチ。見た、今の上下でダブルタッチ。あ、取られた。じゃーん。はい。あれ、いける？ちょ、待って、危ない。おい、弾けよ。ナイス。キミッキ超えてくも。そう、守備にも顔出すことができる。重くない？めちゃくちゃ。重くない？めちゃめちゃ窮地を食べる重くなったけど、めちゃくちゃ回線操作してそうな感じになったんですけど、やめてもらっていいですか？もう言ってあげるんで、これなかったことしてもらっていいですかね？いや、落ちたか？多分。これ多分落ちたな。お、落ちたのかい？おーい。不備自身やっとったら、お前相手ディオやないか。キミッキ不調らしいぞ。おい。マジで校長にやったらどうなるんや、マジで。もう全校生とか言うこと聞く、そっち。今回はムニエだけぶち込んで様子見ていこうと思う。その辺のパス能力完走してるやつと同じぐらいパス上手いけど、こいつ。トリンコン。え、え、なんか、え、キミヒ、え、下げる、上げる、上げ下げ、これ裏でやる、AV、ボール取られる。キミヒ対キミヒということか。これはどちらがより正しくキミヒを使えてるかどうかで勝敗が分かれると。そして今現状は2対1。この勝敗どうなるか分かるよ。グエイ甘い。グエイ、んグレイ、ほっ、鎌倉です。ムニエ何でもできるからな。あとでめちゃくちゃオーバーラップさせよう、エッチみたいに。これおしめ、前向く。あれ、おしめ、おしめ、そう、前向くと見つけてボールを向きと、あ、なんて、なんかうまいこと言ってないわ、あそこ。左がたついてるわ。仲悪い、左側が。どうした、聞き手、俺右やからな。関係あるんかな。カンテ、やばい、カバク、これは、そう、カバク、これ偉い。すべて妖怪のせいだったということが分かりました。カバクが裏抜かれるのは。で、これで、星面使いますよ、私は。はい、アーノルド、居場所が悪い。はい、虫の居所も悪い。アチェルビー、カバク、いや、天才的。え、なんか、こぼれとるけど。カバク、それ以外のところが、なんか、一個できるようになったら、一個できなくなるみたいな、ポケモンかあいつ。チルベル、ちょ、待て、あ、危ねえ、ナイス、ユナイシモンの代わり。カバク、ナイス、用を取った。ここでボール持ってから前向けますから、ね、トリンコン。ここだ、このパス取れ、キミヒ、うまい。めちゃめちゃうまい。キミヒがうますぎる、あまりにも。あいつはサイドバックでも、ディフェンシブミッドフィルダーでもない、オフェンシブミッドフィルダーだ。このサッカー界の頂点だ。ちあー。これ、カバクが行かない。はい。はい。おいあ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 いオッケー、危ねえ、ホーランドめっちゃこけとるやん。あ、これはキミヒ。パス出せるかな、出せたらキモ。あー、キモヒだ、これも完全に。ゴメスはヘディングもできることがさっきのよう分かった。ここで、キミヒ使って、前向かせて、パス出せちゃうもん、取られたもん、危ない、おしめ、来た、これはおしめ、最後あれ見せるってことだろ、あ、例の、はい、ここで行かせて、行かない行かない、おしめ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 、おし